課長、はい、今度の物品の調達なんですけど、はいはい、これ言った、はい、はい、木製の椅子と木製の机と木製の本棚と木製のついたてです。 OK、はい、分かってるね、はい、係長、はい、あのここの木材なんですけど、あ、材ね、あ、材、はい、で、あのこっちに使われてる木材、材、ね、材、はい、で、こっちのですね、ここの木材が、材、ね、丸太積んでますね。あ、本当や、あ、3メートルぐらいだったかな。そうですね、めっちゃいい材だったな、あれ。うん、どこ持ってくんですかね。どこだろう、この間あっちになんか製材所に来たっつってたよね。こんにちは。あ、こんにちは。森林管理所の河合です。森林管理所、森林管理所、あ、あの、営林所です。あー、営林所、あー、よろしく、よろしくお願いします。衛星携帯訓練始め。はい、山奥にいて、あー、いて、あ、めっちゃ番号多い。早く連絡して。あ、なんかめっちゃ英語流れてるんですけど。まだ。あ、あ、でも繋がりました。早くして。え、熊鈴忘れた。熊鈴忘れたんすか。しまったな。やばくないすか。音出さないとなんか。歌います。あ、そうですそうです。行こう。ある日、ある日、森の中、森の中、熊さんに、熊さんに出会った、出会った、出会っちゃダメっすよ。どうもありがとうございました。バズマフに森チルっていう林野町のチームがあるんですけど、そこの久米さんと河合さんにいろいろ聞いてですね、あるある作らせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかあるあるの動画がですね、その農林水産省をもっとこう深く知ってほしいなっていう意図で作ってるんですけど、就活生の方とか、あと学生の方とか、これ見て勉強のモチベーションにしましたとか、これ見て農林水産省行きたくなったみたいな方がコメントでいらっしゃって、いや、すごいですよね。だからもしかしたらこれを見て、あ、林野町いいなって思ってくれる方もいるかもしれないんで、はい、じゃあ解説いきましょうか。この職場が木製だらけっていうのは僕も最初びっくりしましたよ。あー、やっぱそうなんだ。木製がデフォみたいな感じなんですかね。そうですね、もうなんか逆に当たり前すぎて、はい、もうそれ木製だよねって確認もないなるほどなるほど、もう当たり前なんですね、木製のものを使うっていうのが。で、木材のことを材と呼ぶっていうのはもう木材って言葉を言いすぎてもう短くしちゃってるみたいな。なんかもうみんな当たり前に材って言うから、あ、そうなんだ、自分の材って言うようになっちゃったあ、そうなんですね丸太を積んでるトラックを見かけるとガン見するっていうのはこれ仕事の時だけですか。いや、もうプライベートでもなんかトラック見たらどこ行くんだろうみたいな。プライベートでもトラック見たら、あれどっから切って出したんだろうみたいな感じで、そこまでこう考えちゃうぐらい。どこの山から来たのかとかですか。そうですね、もう あっちの山かなとかそんな感じで、もう衛星携帯って何ですか。まあ、山の中で非常事態が起きた時に、はい、あの電波とかがないので衛星携帯を使って連絡を取ります。そんな電波繋がらないようなとこまで行くってことですね。あ、そうですそうです。それの訓練を1年に1回ぐらいやるんですけど、はい、まあ、そうそう使わないのでこれ本当に繋がるのかなみたいな。めっちゃこうごっついやつですよねもうすっごいでかいし重たいんで、もう武器になりそうなぐらい地元の方に森林管理所で分かってもらえず営林所でスと名乗ってしまう。これ多分一番あるあるなんじゃないかな。ああ、そうかもしれない。そうなんですか。なんか森林管理所って名前が変わってからそんな経ってないとかですか。いや、もう結構10年以上もう流入で経ってるんで。あ、そうなんですね。全然あの最近とかいうわけじゃないんですけど、はいはい、結構森林管理所っていうと森林組合とちょっとこうごっちゃいに誤解されやすいんですよ。それ僕らもありますよ。そのあ、そうなんです。僕ら農業組合の人ですかって間違えることありますね。農業協同組合の人と。まさにそれですね。熊よけの鈴、これ忘れたらもうやばいみたいな。こう音出さないと、はい、その存在をこうアピールできないんで、山奥行くと人絶対いないじゃないですか、はい、いるとしたらもう野生の動物なんで、はいはい、その動物たちに自分の存在を知らせるのが一番音が確実なので、はい、鈴じゃなくても結構ラジオとかで代用する方も。なんか素人考えなんですけど、音出したら逆に見つかっちゃうとか。あー、私も最初林野町入る前にそう思ってたんですけど、はい、やっぱり野生の動物臆病なんで。あ、そうなんですね。逆に逃げるらしいんですね。あー、近寄ってくるのはほぼないっていうのを信じてやってます。
じゃあ強そうに見えるんですね、音出して歩いてたら。そうですね、自分のことアピールする時点でもうちょっと異常だと思います。ああ、野生で言うとってことですね。なんかそのばったり会ったら誰でもびっくりするじゃないですか。はいはいはい、びっくりしたらわって多分なっちゃうんですよね。あ、そうなんです、ね、だからこういるよって分かってた方が多分いいんだと思います。ああ、なるほど。それでは皆さんありがとうございました。ぜひ林野町にお越しください。ぜひぜひ。バイバイ。バイバイ。ぜひひって何ですか。そうね、ぜひぜひを。あ、ぜひぜひひ。